レンゲ座、両足を伸ばして座ります。この時から重心が体の真ん中にあることと、腰がしっかり伸びていることを意識しましょう。顎を引いて余分な力を抜き、リラックスします。片膝を曲げ、曲げた足のかかとを伸ばしている足の付け根に置きます。伸ばしている足の膝を曲げ、かかとをもう一方の太ももの上に乗せます。この時、辛ければ片足は組まずに曲げるだけでも構いません。膝の上で両手の人差し指と親指で輪っかを作り、ゆっくりと目を閉じて自然な呼吸を繰り返していきます。外側に向いている五感を内側へと引き入れていきましょう。土台が安定し、重心が体の中心にあること、腰がしっかり伸びていることを感じましょう。このポーズは骨盤、股関節を柔軟にし、精神を落ち着かせます。呼吸や瞑想を行うときに用いる座法です。何呼吸か終えたら、ゆっくりと目を開けて両足を解放し、リラックスします。